はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。ロマリバというわけで、ロマンシングサガリユニバースの実況をしていきたいと思います。今日はですね、何かまったりしたやつです。現状の育成状況とか、そんなのをね、お話ししていこうかなと思います。まあ、言うて結構まったりなんですよね。まあでもね、現状ね、私聞いてたんですけど、やっぱね、ガチプレイというか、ガツガツはできないと思いました。っていうかね、それやるんだったら本当ひたすらこのゲームだけをやる生活をしたいもん。で、課金したいもん。でも私今無課金なわけですよ。なので、無理はしない。ていうか、無理はできない。なので、まあ、なんか結構流れがあると思うんでね、どっかでガッツリやるタイミングが来ると思う。まあ、それでも多分そこそこやってるとは思うんですけどね。まあでも、なんか、あれです。やりきれてない感じがちょっとね、って自分でも察してるんで。もっとやりてえなと思いながらも、結構いろいろね、仕事したりとか、他のことやったりとかね、いろいろやることもあるので、まあ、長寿でうまく合わせながら、今もね、こうやってまったり育成を楽しんでいこうかなという次第ですね。そんなわけで、現状の私の、育成段階はどうやって見たらいいんだろうね、これね。なんだろう。スタイルか。スタイルじゃねえ、キャラ一覧か。これがヒットポイント表示になってんな。ってわけで、ここを多分変えたりもできるかな。レベルはないな。フィルター？なるほど。なるほどね。これはヒットメイドしか見れないな。まあヒットポイントでもある程度の育成段階わかると思うね。てか、モニカちゃんが一番やったら高いね。まあ多分あとはあれか、遠征出すときに見ればわかるのかな。スービーはなんでかんだでさ、使おうと思って全然、とりあえず育成は常にやってるんだけど、なんか今優先度が違うんだよね。パーティー編成だとあれかな。スタイル一覧か？なので、とりあえず戦闘力は見れるな。スタイルレベル見れるね。こんな感じ。です。まあ、とりあえず今、一応最、でまあ、30レベルね、底上げを今ねやってるとこですね。最低30レベルの育成ラインを作ってます。まあ一応ね、マスターレベルが上がるので、まあ、あれ薄く視力というか、上げておくのはいいと思うんですよね。まあ、割とですね、だいぶ終わってきてますよね。まあまだレベル1勢が結構いるんですけど、あとこれね、今更感というかね、みんな絶対知ったと思うんですけど、これね、同じスタイルは同じスタイルぐらいね、なんか強くなるんですよね、これね。例えばヘクターを強くしてると、実を言うとオライオンも強くなってるみたいな、感じみたい。なんかオライオンなんか全く育成しねえのに、なんでこいつこんな強えんだみたいなね。で、これね、オライオンどこにいる？オライオン、あれオライオン？ごめん、オライオン。なんか悪く言った。なんか怒った？あれ、オライオン消えたな。嘘やろ。あ、いた。レベル高い、こいつ35ある。でも、武器とか一切ね、てか、そろそろあるのでね、継承一回もさせてないんだよね。オライオンとか強くなるんだよね。だから、モニカちゃん、SR、SSM、SSR のモニカちゃんを育成してると、レアのモニカちゃんとかも強くなったんだよね、これね。レアモニカちゃん6本。なんか見えしまったな。そんな見づらいかな。あ、いやいや、めっちゃすぐ近くにいたよ。そう。てか、結構レア、これ悩ましいんだよね、モニカちゃんって。私ね、演武剣が一番無難、全体技も欲しいから、継承これかなって言ってますんだけど、ワンチャン金のトロイ未来でさ、下手したら乱れ好きより強いんじゃないか疑惑あるよね、SS だし。どうなのかなっていうね。そうなんだよね、どっちも SS で。消費 BP ってこっちの方が高いんだよな。ああ、なんか強そうな技上げた方がいいかって言ってもね、結構、まんべんなく上げたいんだよね。で、これランク見れるのいいね。ランクね。てか、乱れ好きとか一回もランクアップしないんだけど。まあ、めちゃくちゃ強い敵と戦わなきゃいけないのかな。三つ目がどんだけ三つ目って、ね、なんないんだろうね。スクリーン使ってないかな。同じぐらい。ああ、でもベアクラッシュ1回だね。本当だから3つ目って本当にランクアップしないの。びっくりするよね。こ
これいいね、ランクアップ。そのランクアップシステム好きですよ。一回ひらめいた後にまたなんかひらめく感じね。パリ使ってないからな、強いんだろうけどね。継承ね、でもヘクターには何あげようかって感じだよね。ワンチャン峰打ちなんだよな、状態異常。結構峰打ちとか強いんだよな。だから状態異常は、だからワンチャンでは多分、リアルに多分峰打ちあげそう。流し入りのね、攻撃腕力低下あんまりうんな気がするし、まあ、無限使ってもなみたいなとこあるから、峰打ちかもしれないですね、ヘクターにあげるの。大将来とかね、全然なんないね。そろそろ覚醒したいんだよね。技の覚醒も一回も行ってないからね。だから育成させ、技の覚醒するためにはね、結構いろいろ必要なんだよね。ああ、このぐらい使ったな。だから3つ目でもね、やっぱこの水長剣とかだったらランクアップするんだよね。要は SS ランクとか S ランクとか以上になってくると多分、ランクアップしづらくなるんだろうね、多分ね。ああ、ミリアムもそろそろ使ってあげようかな。てか、術師パーティー作りたいんだよね、真面目に。ああ、でもさ、ジャンルこの間ね、滑殺獣人賞がね、ランクアップしたんでね。よくわかんないね。あ、まだね、滑殺獣人賞、ああ、違う。そんなに高くないか ?S ランクか。SS まで行くと多分、SS まで行っちゃうと、あ、てか、ウンディーネ、生命の水使えるんだ、これ。ワンチャンこれだね、継承すんの。ダイヤモンドストロ。ああ、全体技ね。いや、これ生命の水一択じゃないか、ウンディーネ。ああ、ウンディーネ、生命の水あげられるんだ。これ結構熱いな。激熱だな。ウンディーネ主力になるかも。ただ、全部の水、今、ロックブーケが係をね、今、担当してるからな。まあ、そこちょっと考えようかなって感じですね。ライト継承とかもね、考えていくと面白いですよね。でロックブーケもだいぶ強くなりましたね、やっぱり。まあ、まだまだやっぱりね、そんなに、やっぱ、激強じゃないんですけどね。でも、強いは強いです。通常攻撃とかもね、火力上がってきましたね。アビリティの上だと思う。で、この魅惑の誘いが結構強いね。誘いとかいつもないが。そう、このね、有権強撃3ね。ストームとか満タンだと与えるダメージが上がるとかね。で、そんな話は置いといてじゃなくていいんだ。今回これがメインだからね。とりあえずこのガチャの充電がつきます。はい、なひらめかなかったらスキップします。はい、いらっしゃい。悪夢か。まあ、割とね、まだ持ってないキャラもいるでしょうし。これでダブったのピースになるからね。この周りはです。で、私ね、これ、そう、最近螺旋回廊とかね、これやってないから、螺旋回廊も引いちゃおうかな。でもこれ引いたら引いたら、これ3面になりそうだからな。もう割といい時間になってしまってから、螺旋回廊はまた今度にしようか。はい、というわけでね、今回はそんな感じで、まあ育成もね、言うたら全然ガバガバなんですよね。私の覚醒は全くさせたことがない。そして、キャバの継承もしたことがない。継承でどこなんだっけ、装備品の進化もあんまりしたことないな。素材の合成、ああこれこういうふうに作れるんだね。なるほど、これはあんま勝負ないんだよね。白いわみたいなね。技術覚醒、覚醒、あれ継承はどこでやんだっけ。継承ってことやんだっけ。真面目にわかんないな。スタイルのところか。強化はただあれだもんな。強化するだけだもんな。あれ、ちょっと待って、覚醒は覚醒だもんね。全然別個よね。そう、素材を使って覚醒させる。あれ、あれはあれ、遠征道場鍛冶屋、遠征、What? ん？継承というのになる？それの仕方がわからないです。で、そもそも覚えてないことなんだか。あれ継承でどうやってんだっけ？マジでわかんないんだけど。あれあれれれれ？あれれ？おかしいぞ？
携と連携、うん、アイテム、プレイドオプション、キャラ一覧。はい、継承ってどこにあるんだ？ちょっとわかんないですね。ヘルプ。あれ？継承の仕方はどこ、どこでやるんですかね。そう思った。データ引きじゃねえ。メニュー。道場？スタイル調整、技術覚醒、遠征。技術覚醒ってさ、技術の覚醒すると消費 BB が軽減する。消費 BB の軽減しか逆についてないのか、威力アップとかはないのか。まあ言うて軽減ができるだけでも随分強いんですけど。あれ？あ、技継承編成か。一つだけ継承なんだよね。もう一回こっきりだからミスは許されない。技術継承どこでやんだ？パーティー編成？あ、これだ。ここだ。これ。ああ、でも継承技を外すってあるな。外したらまた別でつけられるんだっけ？なるほどね。まあ。あ、てかさ、グレイよく考えたらもういけんのが3つとも使えるから。ああ、そっか、ちょっと待って、グレイやっちゃおっか。やってみよう。初めての継承。スマッシュいらない。流しいらない。じゃあ、水長剣が無難だろうね。まあ、峰打ち結構、ってか、このグレイ結構強いんですよね。まあ、ワンちゃんこの、なんていうのかわかんないけど、ひふみの太刀かな。これなんか気絶する効果持ってるから、ね。一撃で殺すって。対象を即死させる確率上、これもう水長剣一択。こんな簡単なの？簡単。あ、で外したら、いつでもこんな風に着脱できるのか。じゃあ試してやいいんだ。なんかもうほんと一回こっちでやっちゃったらもうそれっきりかと思ってた。結構もっと重いものだと思ってました、また実継承って。あ、だったらあれか。オライオンとかね、でもさっさと覚えさせた方がいいね。あ、ほんとに。もっとなんかすげえ重いのかと思ってた。じゃあ、ジュニーちゃんもいけるね。あ、サザンがきついちゃった。いやー、でも仮面コラボ入りって被るんだよな。だったら、強くないんだよね、デルタ・ペトラ。この技マジクソ弱いんだけど。マジこの技クソ弱くないですか、これ。なんか。で、対象石化章で、ハードヒットもいらないはいらないよね、別に。もう回し打ちでよくねとかなるし、回し打ちランクアップしたらも変わらんでしょうっていう。燃費はいいけどねっていうぐらい。でも燃費一番いいのは回し打ちだからね。毎度 BP3 回復して3使ってプラマイゼロみたいな。作眼撃、あ、でも作眼撃って SS なんだ。でも神殺しも SS だよね。体力低下もついてる。一応重いけど。そうなんだよね。特攻岩石が岩石に特攻がついてる。その差があるか。デルタペトラいらないくない？これ本当に。これを使う機会ほぼないんだよな。弱いんだよね。威力 D だしね。実際ね、くっそ弱いな、これ。11使ってこれはねえだろうって感じ。その要は状態異常不要がもうちょっとね、結構高確率だったら強いんだろうなと思う。さあ、ガンガキつけとこうかな。いや、でも一応ワンチャンの全体攻撃か。最初に削りとかなんかやりたいときに、まあ、多分ほぼ使わないけど、これつけとこうかって感じかな。まあ、もしかしたら、ちゃんと育てばもっと強くなる可能性はあるからね。ロック武器はまだレアの方がないからってことか。ヘクターとかもあれかとか、もっと、まあ、すごい技の覚醒ってもっと重いものだと思った、本当に。ああ、こんな簡単に着脱できるんだ。知らなかった。やってみればよかったね。というわけで、あとじゃあ、モニカとヘクターとか、主力で使ってるところの技は、継承した方が早いですね。いないんだよね。
じゃあ雪だるまくんとかもこれ普通にいけんじゃんね。これじゃあ作業外でもつけられるんだ。盲点割りが弱いんだよこれね。なんか一応でも次の低下しかないか。で回し打ち燃費がいい、確かに燃費がいい通常技がないんだよね。生命の水があれだけど、疾風だと霊、でもこれ霊鉄撃は属性ついちゃってるから逆に下手したら当たらないんだよね。でこれ多分こっちで両方構えるのが火力分には、火力的にはこっちが強いよね。で燃費よくやりたいなら回し打ちつけたいかなみたいな感じだけど、まあこれが無難でしょう。ああ継承システムいいじゃないですか使ってねえのかっていうね。うん、使ってませんでしたけど完全に。あそこアルベルトもさ、アルベルトもさ、なんか確かもう下のアルベルト、あそこじゃない、ここじゃない、ここ、あ行きますね。あ剣線ね、横一線できるから。成原一応スタンがあるんだけど、あ確率があるんだ。あー成原もいいな。あみじん切りつけちゃったけど、みじん切りは一応いらないな。うん、あーでもな、やっぱり複数が攻撃できる可能性っていうか、ただ重いね、15はちょっと15は重い。うん、さすがに削る気持ちで打つ一撃じゃないな、ちょっと。だから多分一番無難な成払いなんだよね。成払いがスタンできるから結構一番使うの使い勝手いいし、ランクアップさせればそこそこの火力になりそうじゃない？成払いかなぁ。でも剣戦かな、一応でも複数って大事だなって言って結構なってくのか。悩みますね。でもこの継承術ってやっぱいいっすね。もっとこんなに簡単にできると思ってなかったな。もっと一度やったらもう二度と他のはできねえみたいな。あ、そうトーマスもね、一応ノーマルトーマスみたいな。てかトーマスそもそも使ってないから、自分自身のこと覚えてね。流星症か。なるほどね。ってことは、とりあえず継承できるものはした方がいいな。ホンディーメとかもやっちゃった方がいいね。バーバラ確か。あ、でもバーバラ育ってないか。レベルは上げてるんだけど、技を覚えしないんだ。なるほど。はい、というわけでね、今回ちょっとね、なったり育成パートでした。育成パートというか、ただ、育成段階を眺めるというパートでしたね。はい、こんな感じです。割とね、ちょっとまったりですが、すごく楽しく遊んでますんでね、今後ともね、がっつりやっていこうかなと。がっつり、なんかおかしなこと言ってんな。まあ、楽しみはゆっくりまったり楽しみつつ、がっつり遊ぼうと思います。よくわかんないね。矛盾してるかもしれませんが、そんな感じです。はい。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。